私たちも歌唱さんが一緒だと心強いですしね。歌唱さんらしくて可愛いですね。機械の操作も全然でしたし、でもそれなのに誘ってくれちゃうあたりがまたかっこいいんですけど。2枚目を撮影するよ。準備はいいかな？あ、ほら、もう次来るわよ。次はまともな顔して写りなさいよね。にゃー！ちょっと歌唱！このタイミングで電話鳴らさないでよ！びっくりしたじゃない！それにシナモンの言う通りこれも楽しそうでいいかなって。あとで私にもちょうだいね。ええ、帰ってから切り分けましょう。ええ、お願い。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ありがとう。ちゃんと練習するから。時間まだあるなら、その
箇所がこんな時間作ってくれたわけだし、その感じでエロいわね。そういうことをするための場所だしね。飼い猫なんだから別におかしいことじゃないでしょ。カシオさんのお家じゃショコラちゃんやバニラちゃんにバレちゃうかもですしね。バレても何かあるわけじゃないけどね。私だって子犬子なんだから、私だって箇所に甘えたいって思うのは当たり前でしょ。あのメイちゃんがここまでしてるんですよ。恋人としていじらしいとか可愛いとか思わないんですか？その返事だけで十分よ。そうですね。今日は私たちが知ってあげますから。初デートの上にあんなに濃厚なエッチまでしてもらっちゃいました。ほんと死んじゃうかと思ったわよ。もうあ、ダメ、まだ足に力入らないわ。
恋猫としてはライバルだけど、親友として応援しちゃうよ。私のこと、そんな安い猫だと思わないでよね。めいちゃんらしいね。そうね、カショは私たちの恋人なんだから、もっともっとなってもらわないとですね。じゃあ帰りましょうか。エスコートお願いしますね。はい、あずき、シナモン、もっとしっかり兄様にくっつく。他の猫たちも恋猫らしく兄様を囲むように。なんなら溶けて一体化するくらい抱きついてもいいのですよ。何をおっしゃいますか兄様、時計をご覧くださいませ。あと5分、あと5分もありますから心配はご無用です。なんならちょっとくらい回転を遅らせればいいのです。いくら兄様とはいえ、このような晴れの日に野暮なことは言うものではありませんよ。もう言うこと聞いて。とっとと終わらせた方がいいぞ。同感。ああなったしぐれは誰にも止められないし。はい、シャッター押した、押しましたよ。みんな前にあるカメラ見て、見るのですよ。はい、笑って。恋猫らしく甘々でとろけた笑顔で。そう、いいですわよ。みんないい感じですわよ。念のためもう 2,3 枚続けてきますからね。はーい、記念写真。みんな恋猫の記念写真ですよ、ご主人様。改めて見るとなんて贅沢なハーレム。マジでご主人エロパティシエすぎじゃないかな。お兄ちゃんはかっこいいから仕方ないね。僕はみんな仲良しで嬉しいけど。おいブルメ、お得意の決め顔はどうしたよ。もしかして一丁前に照れてんのか。キキキ、うるさいわね。こうなっちゃった以上は仕方ないでしょ。惚れた事実を認めないのもカッコ悪いだけだしね。アズニャンだって同じ恋猫なんだから喧嘩しないの。みんな同じ人を好きになっちゃったんだから仕方ないね。兄様どうですか、このしぐれによる猫ハーレムの王となった感想は。
人様。ご主人様に子猫がいっぱいでもショコラの愛は変わりませんからね。まあ私も頑張って務めを果たす。なんかこうそこそこいい感じに。お兄ちゃん、僕だってお兄ちゃんのこと大好きだからね。まあこういうのは惚れた方の負けってな。私もうまくやってくから、いろいろと頼むわ。私は箇所をベタ惚れさせるって決めたし。私はほどほどに可愛がってもらえれば。長年待ち焦がれた私の娘たちによる兄様のハーレム。まさかこんな待望が叶う日が本当に来るとは。人生本当に何があるか分かりませんね、兄様。これはもしかしたらまだ私にもワンチャンあるかもですよ、ワンチャン。That's probably the whole thing. I don't know what to say.